x を小さくすると回転数は増加し x を大きくすると回転数は減少することがわかります NC1000 番のプログラムを学ぼうとする際必要な基礎知識を習得したいがなかなか理解が難しいといったことはないでしょうか NC1000 番のプログラムでは G コードや M コードについて学んでいく必要があります 今回の動画では G96 収束一定制御のプログラムについて学習していきます早速ですが収束一定制御のプログラムについて解説していきます切削工具は適切な負荷をかけないと引き目が汚くなったり刃先の持ちが悪くなりますそこで NC 0盤には刃先にかかる負荷を一定にするための収束一定制御という機能があります 具体的には切削工具が中心つまり x 座標が0に近づくにつれて収束が一定になるように自動で材料の回転速度を上昇させる機能です。刃先が同じ距離を動くためには中心に近づくにつれて回転速度が上昇しないといけません。言い換えると同じ回転数でも中心からの距離によって動く距離が変わります。 中心から遠い場所では長い距離を動く一方中心に近い距離では短い距離を動きますつまり同じ回転数のままでは切削工具が外側から内側に動くにつれて切削速度が遅くなっていくのですよって収束一定制御は切削工具が中心つまり x 座標が0に近づくにつれて収束が一定になるように 自動で材料の回転速度を上昇させる機能となります実際に NC 旋盤を動かしているところを見てみましょう X を小さくすると回転数は増加し X を大きくすると回転数は減少することがわかります 注意点としましては材料の中心付近では回転数が非常に大きくなるため収束一定制御を指令する前に必ず回転数の上限を設定しましょうここでは G50 主軸最高速度設定によって回転数 S に対して 3500rpm 以上にには回らないいように指示しています今回の動画は NC 旋盤の収束一定制御に限定して解説しましたが NC1000 版のプログラムの全体について学びたい理解したいという方は過去動画の NC1000 版のプログラムをぜひご視聴くださいまた別途マシニングセンターのプログラムという動画も公開していますのでこちらも併せてご視聴いただけますと幸いです最後に全体を通した注意点ですプログラムの書き方は機械によって変わります 実際に、御社内にある機械では、プログラムの書き方が異なる可能性があります。また、この動画で紹介しているプログラムを使用したことによる、いかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。この動画を気に入った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。